トムロフトのレース場と飼育日誌、ハトと一緒に遊びましょう。おはようございます。4月1日月曜日の朝です。今日の空模様です。今日の天気は小雨降る朝、風は北風2メートルから3メーター吹いてます。今日の朝って雨降りの予想でしたっけ、全然気がつきませんでした。この雨も雨雲レーダー見ましたら7時過ぎにはこの辺から消えるということなので、もうじき止むと思います。ハトさん、おはようございます。今日の棚の上の位置は BCP のオスですね。最近ここによくいるハトですよね。この間の600キロで私の厩舎では一番最初に帰ってきてくれました。まだまだスピードが乗らないですね。次の800キロぐらいになったらば頑張ってくれれば最高なんですけど、期待してます。出社口を開けまして外に出てきました。鳩の方は飛び出して上空の旋回を始めてます。この小雨降る朝、もう止むという予報だったので車外をしてますけど、雨の中を飛ぶという練習に繋がってくれればいいなと思います。これから北海道からのレースになりますので、だいぶ東京から距離が離れてきます。その間の気象の変化、向かい風もあるだろうし追い風もあるだろうし、雨が降ったり霧のあるところもあるかもしれませんので、そういう点から少しでも経験値を高めたいなと思って、寒くもないので今日は小雨の中の車外を行ってます。あとは上空に上がって元気よく飛び始めてます。さあ今日の飛翔時間は10分で降りてきちゃうんでしょうか、もう少し飛んでくれるんでしょうか、楽しみです。車外開始から15分が経過しました。あとは遠征に行かず厩舎の周りの旋回ですねをずっとしてます。飛び方はあまり良くないですね。もう滑空の時間が随分増えちゃって、前向きにこう飛んでるって雰囲気じゃないですね。もうちょっと元気よく飛んだ姿を見たいんですけども、やはりこのスカッとしない天気、小雨降る中、なかなか飛び続けるというのは難しいのかもしれないですね。やはり天気のいいスカッと日の方が飛んでって飛びやすいでしょうしね。今日はまだ車外2日目、徐々に徐々に調子が上がってくればいいなと思ってます。今日も車外はあまり飛びませんでしたね。飛翔時間20分です。最近は、20分ぐらい飛べばよしとするんですかね。もう鳩たち発情しちゃって、なかなか飛びたがらないようです。車外開始から1時間半が経過しましたので、入社口を開けて鳩が入れるようにしました。鳩は今日も待ってたというばかりに厩舎の中に次々に入ってきてます。今日の飛翔時間は最初に飛んでいた20分間だけですね。その後は飛びもせずに厩舎の上、屋根の上で遊んでました。もうオスがメスをゴロ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 追いかけて、ちょっとタイミング的には悪そうですね。800キロの持ち寄り前後でどうも産卵しそうな雰囲気です。このワンダー姫とハイグマのこれ、この鳥なんですけど、これは独身なんで、逆にこの独身の2羽がいいとこ来てくれるんじゃないかななんて淡い期待を抱いてます。オスはダメですね。ゴロ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 行って、メスもその気になっちゃった、メスはダメですね。もう産卵ですね。困ったもんです。3月の24日行われました東京西区の地区ナショナルレース。このレースの日、東京ブロックの全連盟が同時放球しています。その同時放球した結果のレース成績がすごいですね。
浜地区連盟は東京ブロックの表彰委員長が総合優勝、東京中地区は東京ブロックの審査委員長が総合優勝、東地区は東京ブロックの副連盟長が総合優勝ということで、4連盟中3名の方が東京ブロックの連盟の役員、それも重責を担う方です。やはりそういう方はハトレースに熱心なんですね。いや、恐れ入りました。この中に割り込みたいですね。なかなか難しいんですけども、夢は大きく、希望を持って次のレースに臨みたいと思います。本日もこのブログにご視聴ありがとうございました。また次回もお越しいただきたく、よろしくお願いします。失礼します。